横浜市立赤根台中学校は、神奈川県横浜市青葉区赤根台2丁目にある、市立の中学校。2011年4月1日開校。2011年度以降に予測されるし、立田中学校の課題規模化、市立奈良中学校の大規模化を解消するため、2006年に青葉区赤根台に、第二方面校の建設が決定したことにより、建設された学校である。 青バック赤根第2丁目に敷地面積21,514.33平方メートルの鉄筋コンクリート3階建てとして建設され18の普通教室、13の特別教室、3の個別支援教室、7の多目的スペース、体育館、道場、カウンセリング室、地域交流室等が設けられている。また、プールは2012年に完成した。中心に、 赤根台の頭文字である、A を廃し、公名にもなっている、赤根の花や森に行こうウグイス、丘をイメージした曲線を用いたデザインとなっている。2010年6月に公募をして集まった35作品の中から、平成22年の赤根台、奈良2.3丁目の夏祭りの投票結果を踏まえ、標準復党検討委員会により決定された。青バック赤根台1.2丁目。 田中、奈良一丁目から三丁目の全域、御田町一番地から2499番地、2885番地から3357番地、奈良四丁目二番地以降すべてが学区となる。これは、宮殿の小学校の学区の内青枠の全域及び、旧奈良の丘小学校学区の南部に相当する。 天話中学校学区の内緑区長津田2丁目19番20番、3丁目28番から32番4号、18号から34番。 奈良中学校学区のうち奈良町312番地から357番地435番地から437番地733番地から754番地760番地から792番地809番地から837番地1077番地から1094番地が通学調整区域となっている。ありがとうございます。